眠くなってきました。はい、さっきのこの痛かったこと、腸骨の周りも今ちょっと痛み減ってませんかね。そうですね、全然気にならなくなってきました、うんうん、はい、かなり柔らかくなってきたので、どうですか今ここ。さっきすごく痛かったとこなんですけど。あ、痛みはないです、うん、まあ、滑らかですよね、感触的にも、うん、柔らかさと滑らかさ、温かさが出てますね、うん。
りますね、はい、お腹温めますね。失礼します。大丈夫ですか？うん。全部押した感じも張りが取れてますね。うん。押されて苦しさが出てますよね。一回膝曲げていただいていいですか？ちょっと左右通します。はい、じゃあ反対通します。お疲れ様でした。お腹の、はい、スリミングコース受けていただきましたけど、いかがでしたか？はい、いやもう前は結構自分でつまんでもなんかもう硬い、なんか傷んだ肉みたいな感じだったんですけど、なんかここのところ何回かなんかやってもらってるんで、お風呂入ってる時に触っても結構柔らかいんですよね。指が沈むというか、なんか日に日に柔らかくなってるの実感します。はい、よかったです。気持ち前よりちょっとピークの時よりへこんだ実感もあります、ね、あそうですね、あそうですね、お腹のお肉も少し落ちた感じありますね。前はもうほんとザ・リンクみたいなポッコンってこう張ってたんですけど、はい、今はもう、本当に張りがなくて、落ちましたね。少しスッキリされましたね。あとは脂肪だけみたいな感じなんで、はい、はい、やっぱりね、温めておくことで落ちやすくもなりますからね、うん、冷えると結構なかなかやっぱ代謝が悪いままになっちゃうので、そうなんです、はい、そういう意味でも定期的にお腹やってあげるといいと思います。ちょっと肩周り叩きますね。はい、出します、します、うん、なりましたね。確かにやったことによって、なんかグエってなんだっけさっきもっとバチッと硬い感じがあったんですけど、あ、うん、あ今ちょっとそれますね。さっきもうこの辺でガチッって感じだったんですけど、今もうちょっと行っても、ね、少し余裕が出てきましたよね。こちらすいません、ちょっとしか、いけますか？大丈夫ですか？やっぱこうちょっと背中がね、なんですかね、丸くなりやすいので、それからこうちょっと顎の方ですね、位置、こうちょっとお顔と耳と肩のラインですね、ここが一直線に来てほしいんですね。なるほど。だいぶ顎引かないといけないので、やっぱね、ここが変わってくると、すごくお写真なんか撮った時も、変わるんですよね。確かに首が長く綺麗にすごくスタイルよく見えるし、ちゃんと乗ってれば、肩の上の方に来てればすごくいいですし、逆にこうちょっとそこが残念だと全体がなんかこうメリハリがないような感じに見えてしまうので、綺麗な服着てても田舎のヤンキーみたいな、
やっぱりそうなんですよね、姿勢悪いとその、はい、さっきおっしゃるようにそうなんですよ、ちょっと柄悪くも見えちゃうというか、そうなんですよね、やっぱりあのスッとしてる方が上品にも見えるので、うん、なるべくやっぱこうここをね上げていきたいですよね、顎を引いて、はい、胸張ってっていうのが自然にできるように、まあ、やっぱり凝りがね強いとなかなか、はい、もうなんかかばうので精一杯そうなんですよね生きるので多分やっぱりこうある程度ねこのお腹とかしっかり力入ってないと体を起こす状態維持するっていうのもできないので、ね、なかなかやっぱりあのその辺、まあ、体力とか正しい重心の感じを、ね、覚えないとなんですけど、うん、まあ、ほぐすことによっていい姿勢取りやすくはなりますので、うん、それでちょっと徐々にね、うん、掴んでいただければ、うん、でもさっきより本当にあの後ろにも引きやすくなってますよね、かなり変わりましたね、うん、この感じでねあの意識していただくと、はい、いいかと思います、はい、ありがとうございます。